ここは母の実家。間違いなく母の実家だ。じゃあなぜこんなことになっている。ほらお姉さんとこおいで。私が近寄るとすぐに泣く。私は子供に好かれたいのに。はい。実は今日子供に好かれている。昔からその3つだけだ。ん？年下で面倒見がよく子供に好かれている。はっ！佐藤のことではないぞ。そもそも教師と生徒だろ。たまにはいいな、こういうのも。そんなに見るな。実家に学生時代のしかなかったんだ。って何ドキッとしてんだ。だったら何してんだ妹よ。私も楽しかったです。そういえばあんた早く結婚しろって言われたんだって。相手探してんなら息子もらってきな。タイプだろ。サキさん何よ。布団敷いたから早く寝ようぜ。先生バカ者。卒業前